こんにちは。今日はレオの思い出のスポーン選択の初動について解説していきます。現状最もよく見るトの字型のスポーンについてのみ解説していきます。おすすめは右下選択で、スポーンしてすぐ真後ろにある写真機で写真を撮っていきます。写真を撮るときは工場側を見ることで、時々工場のサバイバーを目視できることがあります。写真を撮ったらすぐに写真世界には入らずに、現実世界を歩いてサバイバーの索敵を行います。写真世界に入る前に耳鳴りがした場合は、この手前側から索敵を行うようにしましょう。足跡の位置から推測することも大事です。この四角い箱が3つ重なっている部分はよく隠れていることが多いので、索敵を行うようにしましょう。写真世界に入るときに耳鳴りがしない場合は、この箱の付近から釣り側の2枚板のあたりをよく探しておきましょう。次に真ん中のサバイバーは中央付近の板間もしくは階段付近にいることが多いです。階段の下の見えにくいところにいる可能性もあるので、しっかり見ておきましょう。最後に工場のサバイバーですが、中央のオブジェクトはもちろん壁側にしゃがんでいることもあるので、そちらもよく見るようにしましょう。今回は時間に余裕があったので3人目のサバイバーにすり替えて拾う動きをしています。実は工場のサバイバーより小屋側にいるサバイバーの方が見つけやすいのですが、小屋の椅子はないこともあるので注意が必要です。またルート取りに関しても、最初に工場のサバイバーを索敵して中央に向かうという方法もあります。このルート取りも見てみましょう。この試合は工場が調光して、写真を撮るときに調光師の影がちらりと見えました。なので今回は調光師の胸像から叩いていきます。今回は見えているので、一人目はすぐ叩くことができました。この後中央小屋という風に回ってもいいんですが、今回は中央を叩いた後釣り側へ向かいます。この辺はお好みで自分のやりやすい方でいいと思います。なんとか2人目の胸像も見つけることができたので、3人目を探しに行きます。2人目を2発叩いておくのは、サバイバーに回復をさせて解読遅延を図るためです。3人目の胸像を索敵するときですが、釣り側からハンターがスポーンしているところを見ることで赤点を見つけやすくなります。サバイバーはハンターの位置が分かっているので、ハンターから見えない位置に隠れようとするという心理があるからです。初動の解説は以上です。では実際の試合を見ていきましょう。この試合は庭師が椅子を壊してくれたおかげで、庭師の位置が分かり、初動が上振れて3殴りダブルダウンを取ることができました。写真世界に入るときに耳鳴りがしなかったので、今回は奥側の索敵を入念に行っていきます。無事傭兵を見つけることができて、今度は真ん中の方へ向かっていきます。この字型スポーンの時、この1人目のサバイバーは傭兵であることが多いです。傭兵は回復に時間がかかるので、他のサバイバーを鬼没でダウンで取るというのが基本的な立ち回りです。今回は3殴りダブルダウンを取れているので、傭兵を拾いに行く動きをしています。さあ2人目を階段付近で見つけることができたので、3人目を見つけていきます。写真を撮った後に庭師が椅子を壊した通知があったので、これは迷うことなく見つけることができました。そのおかげで写真世界の時間に余裕があり、この庭師の胸像も椅子に座らせることができそうです。3殴りダブルダウンが狙いやすいマップとしては、精神病院や永眠町があり、内在人格の翻弄をつけていると特にその確率が上がっていきます。さあ写真世界崩壊後は時空残像を使ってなるべくお散歩しないように動いていきます。傭兵を見つけることができたので、これは釣っていきます。傭兵を拾ってしまうと肘当てが3つ残っているので、トンネルするのが若干難しいですが、今回はダブルダウンを取っていて解読遅延が十分なので、釣り替えも視野に入れて動いていきます。さあキャンプ中ですが、無傷の骨董商が小屋側から来るということが分かっているので、強気に中間キャンプを仕掛けていきます。残念ながら見つけることはできなかったので、一度椅子前まで戻って骨董商を迎え撃ちます。ここで雲紋とフライホイールを使ってくれました。この後の動きですが、傭兵をトンネルできそうであればトンネルしに向かいますが、ここで骨董商の横槍を入れられたので骨董商を狙っていきます。ここは鬼没フェイントに引っかかってくれましたが、すぐさま商でカバーされてしまいました。ただアイテム消費が順調なので、このまま骨董商を追っていきます。
ある程度章を使わせた後に神出鬼没で段を取っていきましょう。さあここはまだ温存を行って、再び雲門を使ったので神出鬼没で段を取っていきます。ここで座らせる椅子ですが、このツリー側の椅子ではなく、先ほど傭兵を座らせていた椅子に座らせていきます。このポジションはすでに板を使っているので、なるべくこのポジションでチェイスをしていきたいという考えです。写真世界のクールタイムが上がっているので写真を撮りたいところなんですが、患者がすでに救助に向かってきていて写真を撮らせない動きをしています。であればこちら側としては救助をせかしたい盤面ですが、うまく鍵爪を使って逃げられてしまいました。これはサバイバーに1本取られた形になっています。ここはしょうがないので、しっかり患者を椅子前で叩いて骨董所のトンネルを目指していきます。アイテムがほとんどないのでおそらくトンネルは可能でしょう。さあこれで最後の章を使い切って、あと1枚の読み合いになっていきます。さあ時空残像を使って距離を詰めて、ここはダウンを取っていきましょう。さて再びツルイスは同じ椅子に座らせていきます。とにかくジョゼフはチェイス能力が乏しいため、暗号機に寄せるよりも弱ポジションに移っていくことを優先していきましょう。もちろん残り暗号機が1台や2台になってきたら寄せることも忘れずに行いましょう。今回は残り5台なので、とにかくチェイスの弱いポジションに移っていきました。さあ救助に来るのはおそらく傭兵で、ツリー側から来るので索敵を行いますが、すでに傭兵が来ていたようですね。救助前にしっかり一発叩いておき、骨董所とラストチェイスに向かいます。さあフライホイールをうまく合わされ、傭兵から渡された肘当てを使いますが、それほど距離を離されなかったため、なんとかダウンは取っていけると思います。さあ残った1枚の板でなんとか読み勝つことができて、骨董所を飛ばすことができます。骨董所を飛ばした後ですが、写真世界の時間に余裕があるので傭兵の救助ルートから傭兵の胸像を探していきます。時空残像を使って傭兵の胸像を見つけ、傭兵の胸像を椅子に座らせていきます。こういう風に一人飛ばした後の写真世界ですぐにダウンを取ることができれば勝利に近づきます。ギリギリ椅子に釣るのが間に合ったので、時空残像を使って傭兵を探していきます。特質のクールタイムが明けるので、負傷サバイバーであればそのまま追っていくという立ち回りで問題ないと思います。さあ運よく傭兵を見つけることができたので、今度は地下に釣っていきます。傭兵は2釣り目ですし、おそらく危機一髪はもうないので、これで勝ち確定ですね。あとは消化試合なのでそのまま垂れ流しておきます。今回紹介しなかった逆との字型のスポーンの際は、左下もしくは左上を選択して3殴りを目指していくのが良いと思います。有利というほどのマップではありませんが、十分戦えるマップだと思うので、この機会にどうぞ試してみてください。それではここまで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは。